らっしゃいます？いらっしゃいます。いつもの。かしこまりました。かしこまりました。はい、皆さんこんにちは。名古屋のフィドル奏者の友情です。さて今回はリールです。トラディショナルではないです。コンテンポラリーです。リバーダンスって知ってますかね。リバーダンスのような、日本では一番有名なのがリバーダンスですけど、ちょいちょいね日本には来てないのかな。ロードオブザダンスっていうアイルランドの音楽とダンスのショーがあるんですよ。アイリッシュ系、アイルランド系のアメリカ人が始めたショーで、ダンサー何人ぐらいかな、あんまり知らないんですけど、これ生バンドがやってるのかな。まあ、とにかくオリジナルの曲がたくさん盛り込まれていて、その中の一曲、ヒル・オブ・アイルランドっていう今曲なんですけども、非常に楽しい曲でございます。リズムはリールです。アイルランド行くとですね、ジグとかポルカ、特にポルカはあんまりやらないかな。一番多いのがリールになります。まあ、次ホーンパイプかな。まあ、地域にもよるんですけども、まあ、このリールなかなかちょっと難しいと思われがちですけども、やれると非常に楽しいです。はい、今回ヒルオブアイルランド、ザヒルオブアイランド、アイルランド、キーは、シャープ3つの A メジャーです。なのでこの後このね、相変わらずどのシャープとそのシャープが大変ですので、気をつけてくださいね。さてボーイングはまず置いときましょう。ボーイングは非常に大事なんですけども、まずはメロディーを覚えて、ボーイングは、まず適当でいいです。まずこの左の指ね、運指を覚えるつもりで、メロディーを覚えてください。これも AABB になります。短い A です。シングルになってます、普通のリールよりね。さてゆっくりやります。恒例になりました。80いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、バラしていきます。ちょっと2小節だけやってみますね。これをバラバラで弾くと、慣れないね、アップで弾き始めるっていうのが出てきちゃうんですよ。なのでこの後も、はい、ワンパターン覚えちゃえば同じのがつながります。なので諦めずに少しずつ覚えていってください。もう一回いきますよ。これで今 A をリピートして2回やりました。ここのところでまあアップでやるとき
これはトリプレという装飾で、トリプレット弓で楽譜通りに行くと、で最後はい、この後ね、これ今ね出したい音の、これはねロールって言います、最初は全くやらなくていいです。普通に弾けばいい、ごまかしながら弾けばいいです。はい、後に入れてみようかなっていうチャレンジを、してください。で B メロ、はい、これもほとんど、B メロの今の4小節と後半の4小節ほぼ一緒です。最後だけが、はい、ほとんどね、ほとんど上の1番線2番線、この曲はメロディー通り弾けば 4番線使いません。はい、よくね、早く弾きたいから、早くっていうのは早く覚えたいから、と言って、最後までなんとなくごまかして通してしまう人が多いです。いやいやいや、1小節やって2小節目やってつなげてみる、次3小節目やって4小節目やって3小節4小節つなげてみる、で4小節つなげてみるっていうのを繰り返してやってください。はい、すぐに戻る、何回もやる、つなげる、つなげる、戻る、はい、で A メロを全部やってみる、 B メロも同じような形、はい、一気にやろうと思うと結局、一気にやろうと思うとごまかしながらやってしまい、しっかり弾けてない場合が多いです。なので、まめに頑張ってください。でそれから楽譜を一応こうね、見るなと言いながら出してます。はい、楽譜はあくまでも確認です。まずは歌ってみましょう。タタ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 、これをという感じでバイオリンに当てはめてください。このラの音階の中に、全部ほとんど収まります。で、不得意な、難しいなっていうところ、小指が出てきたりとか、運指が難しいなと思うところはそこだけ一生懸命練習してね。で、あまりにも難しいなと思ったらごまかしちゃっていいです。音程も悪くてもいいです、最初は。はい、後にだんだんできるようになってきます。なんかバイオリンの稽古みたいにね、1曲目はいアンプもできました、 OK 次行きましょうってじゃなくて、戻ると意外に前よりも上手に弾けてたりするします。はい、じゃあ最後に早いテンポでいくつやろう、130、早いな結構。これで3マッシュぐらいやってみるか。はい、いきます。1,2,3,4、早すぎるわ、ちょっと待てよ。100120だな、これぐらい。いきます。1,2,3,4。
はい、というわけで、ヒルオブアイランド、そうだ、この曲ね、前にね、スリップジグがくっついてるんですよ。で、リール、今の曲になるという。はい、ではでは頑張ってやってみてください。すぐにはできない。ごまかしながらでいいです。まずはメロディ覚えて、運指覚えて、ボーイングはアート回し。はい、ごまかしながらでもいいです。やってください。というわけでございまして、チャンネル登録と、高評価の方をぜひともよろしくお願いします。じゃあねー。